とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は苦痛ダイナモをやっていきたいと思います。結構昔なんですけども、苦痛の矢筒とダイナモを同時に使うと、ダイナモが切れないっていうめちゃくちゃ強い裏技があったんですよ。でも、やばすぎて、すぐに修正されてしまいました。でもね、まだできる裏技があって、それがですね、苦痛の矢筒を打って、当たる瞬間に、回避、もしくは羽を使う。ですね。そうすると、ダメージが跳ね上がります。まあ、普通に打ちますと、まあ、こんな感じ。42万5000だね。42万ぐらいのダメージです。で、これで、当たる時に回避をします。そうすると、こんな感じですね。45万ぐらいが、2300万ダメージを与えることができます。2300万なかなかでかいですよ。で、しかもこれ、防具が、遠距離攻撃の火力を上げるやつにすると、もっと上がります。この旧兵だったらば、一発4000万ですね。4000万のダメージを与えることができます。で、しかもこれ、当たってる間に2回回避を入れることができれば、さらに倍までいけます。いきます。なかなか難しいんだよね。いけた。見えましたかね。8000万ダメージを与えることができてます。8000万あれば、まあ、ボスワンパン間違いないかと思います。はい。ということで今日は、苦痛ダイナモをやっていきましょう。防具は旧兵のアーマーです。マルチロールがついてると、すごくやりやすいので、マルチロール付きの旧兵のアーマーですね。では、行きましょう。それでは、まずはね、ソウルを貯めなきゃいけないので、ソウル貯め用の装備に変えます。ちょっとなんかエンチャントの敵が見えたんだよね。それがいると厳しいんだ。あー。ちょっと待って、変更ついてる。ちょっと待って。変更ついてるんで、こいつらはちょっとなし。ちょっと変更は、やめてくんないかな。OK。で、しかも、嫌な、エンチャントついとるね。本当に。とりあえず、こいつらを倒した後に、やりだします。ちょっとやけど本当に嫌。オッケー。ここの雑魚を倒して、ソウルを貯めますね。多分ここ全部倒せば、急行もついてるし、マックスまでいけるんじゃない？あー、いけたね。オッケー。で、装備を変えます。まあ、この、ハンタークロスボウでも、いいんですよ。ダイナモがついてれば。そっちの方が使いやすいかもしんないけども、まあ、今日は、ハープの方で行きます。なかなかこれ発動がね、難しいんだけど、まあまあまあ、頑張っていこう。よし。決まれば、バッタバタ倒せができる。ちょっと待って。冷気やめて。よし。オッケーオッケーオッケー。一応発動できてるね。少しは。いやでもこれね、結構タイミングがシビアで、雑魚戦で使うもんじゃないと思うんだよね。まあまあ雑魚戦使ってもいいんだろうけど、基本的にはボス戦で1対1になった時に使った方が戦いやすい。 OK。 まあまあボスまで行きましょうよ。ボスまでは全然いけると思うので。で、やっぱね、この、マルチロールか、アクロバットか。あれは入れといた方が、やりやすいかなと思います。結構ね、よし。マルチロールと、危ないって。あと、アクロバットなんかは、タワーで出やすいのよね。タワーの報酬につきやすいので、まあ厳選しやすい装備ではあるかなと思います。よっしゃ、
しゃ、オッケー。あ、もうボス来ましたね。意外と近かったね。ではやってみようか。ワンパンいければ気持ちいいけど、いきます。いや全然か、半分ぐらいしか減らせてないね。あ、そこまで、あ、そこまで火力が出ない。うん、あ、4000万ぐらい与えればもうちょっといくかなと思いきや、そこまでダメージないね。あれ、どっか引っかかってるでしょ。あ、いた。オッケー。はい、まあ、8000万のダメージが出た時は、まあ、3分の1ぐらいこれって減るんだけども、いや意外とボスの HP 高いんだねここまで高いとは思いませんでした。はい、ということで、今日は、小技の無限ダイナモ、違うな、苦痛ダイナモだね、をやってみました。ちょっとタイミングはシビアなんですけども、慣れれば、まあ、それなりに発動させることができると思いますので、まあ一つのテクニックとして覚えておいてください。ボス戦でね、1対1の時はなかなかいいかなと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。